ナミさん、こんにちは。そっか、じくのコバです。今回も動画を送っていただきましてありがとうございました。まあ、ステーキングの報酬がまた入りましてね、エポックが切り替えになりましたけども、もうすでに次のエポックに向かってカウントダウンが始まって、あと4日前後でね、また新しい、えー、ステーキング報酬が入るということで、もう本当にこれ5日ごととなると、1年間にね、えー、なんか何回ですかね、10回 ?10 回じゃないですね、すいません。 5日ごとなんで、大体年間、60回ですか ?60 数回とかあるんですよね。いや、すごいですね。で、価格も当然その都度その都度意識することになりますけども、220円前後、230円前後で、ずっと、まあ,あ、安定してると言いますかね。大きく上がりもしないし、大きく下がりもしないみたいな、まあ、安定してると言えるんですかね。うん。で カルなんてね、2円5円10円みたいなところをうろうろした時が結構長かったですからね。その時から考えると、一時期350円ぐらいまで行きましたんで、うわ、すごいなーってところがあったり、今価格はだいぶ落ち着きましたけども、それでもね、200円、220数円をキープしてると思うと、これはね、最近私思うのね、ガソリン代って値上がりしてるじゃないですか。ガソリン代の単価が、 今200円を突破してるところもあるみたいなんですけども、まあ大体私の地域では170円くらいなんですよ。体の価格に追いつくんじゃないかなと。<laughs> 1A だイコール1リットルあたりのガソリンの価格みたいなことをね、想像しながらね、なんかちょっとワクワクしてるところがありますけども、ワクワクしてもしょうがないんですけどね。ガソリン代も上がりましたよね。ガソリン代がね、値上がりして結構ね、痛いなーっていうのは確かに痛いんですけども、個人的な車のガソリン代っていうのは、私だから150円時代かあるじゃないですか。 150円時代から200円時代比べると50円リットルあたり違うんですよね。で、私の車が60リットル、セルシオは80リットルですけども、60リットルとトランザムで50円とすると3000円違うんですよね、満タンに入れたとき。だからセルシオだと5000円くらい違うんですよ。確かに痛いなと思いますね。痛い。5000円ね。うん。まあけど、なんですかね。ガソリン代が値段が上がると、 それこそ農業用のトラクターも船舶も移動のトラックもこれ全部油で動いてますからね全てにおいて値上げが来るのかなと思っちゃうと、まあ、輸入大国日本のすごく痛いところだなと思います。うん、なんかね、やっぱりここうういいうとと、をを考えると、あのー、安全性を高めていく研究をした上で、 ま原発の稼働ってのがね、必要なのかなとか思っちゃいますよね。ということでね、原子力発電、もしくは核融合について、これからまた動画を作っていこうかなと思います。体のから核融合まで来ちゃうわけですから、本当に話題っていうのは尽きないですね。はい。じゃあ、ナミさん、また動画の方を送ってください。ありがとうございます。現在226円ね。226円で、私の場合が、 おーなるほど、ねはい、いってらっしゃい。